の167世帯500人、御宿町、白子町、東武庄町、加古町、横芝光町、大滝町、白子町、東武庄町、加古町、横芝光町、一宮町、それぞれ調整村です。茨城県が鉾田市の435世帯1286人、阿仁町の206世帯569人、久米町の112世帯329人、美浦の69世帯169人です。